国連人権理事会ばっさり。大晦日、ジャニーズカウントダウンが消滅する、ダブル理由。ジャニー氏、課題富士テレビバラエティにスポンサー時から、かない問題国連人権理事会のビジネスと人権、作業部会のメンバー二人が東京、内幸い町の日本記者クラブで会見を行った。 同部会は7月24日から8月4日の間にジャニーズ事務所のジャニー北川前社長、去年87の加害疑惑についても元タレントなどに聞き取り調査。今回の報告となった。ジャニー氏の問題では、タレント数100人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになった年。 さらに、ジャニーズ事務所が作った外部の専門家による再発防止特別チームに対しても、その透明性と正当性に疑問が残っているとしました。また、ジャニーズ事務所のメンタルケア相談室による相談希望の被害者への対応も、不十分という報告があると述べるなど、ばっさりでしたね。メディアの問題のもみ消し加担も言及され、想像以上の踏み込んだ会見でした。 作業部会はジャニーズ事務所の代表にも聞き取り調査を行っています。作業部会は来年6月、人権理事会に報告書を提出する予定。この会見を受けて、世間からのジャニーズに対する目はより厳しくなっていくのは間違いなさそうです。藤島ジュリー恵子社長はまだ会見すら行っていませんからね、有観視デスク。今後、 ジャニーズ事務所に対して、これまで以上の逆風が吹くのは必死とみられる。今回の会見以前に、国連人権理事会から名指しをされている時点で、テレビ各局のジャニーズ離れが急速に進んでいました。富士テレビの嵐の相場正樹さん40部がキャプテンを務める VS 魂グラデーションキスマイ FT2 の看板組キスマイ超ブサイク。 が終了することも、その現れではないでしょうか。制作会社関係者。VS 魂グラデーションが9月末で終了することになると複数のスポーツ誌が報道したほか、7月20日のキスマイ長部細工の放送内で同番組が9月末で終了することが発表された。さらに、時代の看番組時をかけるフジテレビ系。 もずっと放送してきた水曜23時枠から撤退し、土曜の昼枠に移動すると見られています。VS 魂グラデーションの5番組も相葉さんがメインになるようですが、富士テレビは明確にジャニーズと距離を取ろうとしている感じですよね。富士ではバレーボールワールドカップの一件もありましたからね。全道